物草太郎の銅像物草太郎伝承地、物草太郎は、日本の昔話、民話。おとぎ創始渋川版の一編。物草太郎、物草太郎などとも表記されることがある。作者は未承だが、室町時代に成立したと考えられている。品の国筑摩群新市の里に、働かず寝てばかりの男がいた。村人からは、物草太郎と呼ばれ、現地の地頭。 左衛門の上信頼も呆れるほどの怠けぶりであった。ある時朝廷から、シナの守る二条大納言結城への長尾のお召しが下ったが、村人たちは、見ない上がって、物草、太郎をお立て上げてその役を務めさせることに成功した。上落した太郎はまるで人が変わったように働き者になったが、なかなか嫁が見つからない。そこで、人の勧めで清水寺の門前にて、辻取りを行う。 たまたま通りかかった貴族の女房を見染め、妻に取ろうとするが女房は嫌がり、太郎に謎かけをして逃げ去ってしまおうとする。ところが太郎は謎かけを簡単に解いて、女房の方向先である無前神の屋敷へ押しかける。そこでは、女房と恋歌の掛け合いをするが基地に飛んだ太郎が、女房を破り、ついに二人は結婚する。赤にまみれた物草。 太郎を風呂に入れてやると見孫ばかりの美情部に変貌する。噂を聞きつけた帝と面会すると太郎が、深草帝の光栄であることが明らかになり、品野の中将に任ぜられ、故郷に下校した太郎は子孫繁栄し、120歳の長女を全うした。死後、太郎は、お互いの大名人、女房は、浅いの権限として祀られ人々に厚く崇敬された。 ありがとうございます。